混戦模様の自民党総裁選だが、世論調査で国民からの支持が高いのは河野太郎行政改革担当相、58、な。前編河野太郎の旧友が語る、歌いっぷり、から、夫婦秘話、まで新総裁本命候補が地元で見せた素顔。では幼少期、社会人になるまでの河野氏の人物像に迫ったが、今回は政治家になって以降の人生を追った。地元での振る舞いを知る人たちからは、永田町で語られる河野氏の印象とはまた違った一面が語られた。アスタリスク河野氏が初めて衆院選に立候補したのは、1996年。それまでの中選挙区制に代わり、小選挙区比例代表並立制が導入された最初の衆院選だった。選挙制度の変更により、父親の陽平氏の選挙区が分割されたため、河野氏は神奈川15区から自民党公認で立候補し、見事に当選。年の時だった。河野氏が政治家になる前から交流がある平塚氏の片倉明宏氏には、初出馬までの経緯をこう振り返る。河野が1歳くらいの時、平塚青年会議所、平塚 JC に入ってきたんです。ちょうど、富士ゼロックスから、日本男子に転職した後くらいです。私はすでに平塚 JC に入っていましたが、同じ年齢だし、前から知っていたこともあって、より深く付き合うようになった。この平塚 JC で知り合った仲間たちが、河野の選挙の支持基盤になったんです。河野氏とは0年内の付き合いだという平塚商工会議所の常磐隆会頭は、若き日の河野氏の姿をこう話す。地元の食事会にも顔を出して、当選1期目の時からみんなの前で、将来は総理を目指す、と言っていました。河野さんはお酒を全く飲まず、内体はウーロン茶なんですけど、七夕祭りとか地元のイベントにもよく顔を出していました。女性から人気も高かったですね。河野氏は祖父、父と白続く政界のサラブレッドゆえに、選挙では先代から受け継いだ地盤、看板の力も大きかっただろう。だが、河野氏自らも地元では人脈づくりに励み、選挙の基盤を作っていたようだ。片倉氏が続ける、彼が決めくらいの時、車の中で、河野、大臣だったら何になりたいのよと聞いたら、やるなら外務大臣をやりたい、と言っていましたね。2009年に自民党が下野した後も、シャドウキャビネットで行政改革、公務員制度改革担当大臣として頑張っていた。でも、我々は河野を応援しているから、いつ本当の大臣になれるのかと思っているわけですよ。2015年10月に行革担当大臣に選ばれる直前くらいかな、河野と人で、核のゴミについて議論したことがあります。私は、脱原発を封印しろとは思わない。でも、大臣になるなら、ちゃんと説明できなきゃダメだ、と言うと、彼は、なんでと聞いてくるわけです。だから私は、これからの日本でエネルギーがなければ産業は進展しない。閣外から吠えているのと、国務大臣になるのとではわけが違う、という話をしました。その後、彼はブログから脱原発に関する記述を消したんです。本気になったと思いました。